安土信長祭りの歴史は昭和56年に行われた織田信長400年祭をスタートに、昭和61年から平成9年まではフェスタ信長が12回開催されました。平成10年からは安土信長祭りとなり、今年で35回目となります。安土で甲冑クラブを立ち上げて3年目になります。今年は子どもと足軽の甲冑を作り、全員手作りの甲冑をまとうことができました。ごとくなり。